千と千尋の都市伝説の話をしたいと思います。と言ってもよくあるタイプの都市伝説って僕嫌いなんですよ。あの、例えばまあ千と千尋で千尋がですね。電車に乗って。えー、あのおばあちゃんのところ行くところありません、ね。そうすると女の子の影が駅に見えると、えー、駅で立ってる女の子が、えー、少女がホテルの墓の節子だとかまあ、そういうですね。あのあの説がありますよねで。 これね僕こういうのはまあ嫌で絶対ないと思うんですよねでなんでかっていうと宮崎駿っていうのはそういう程度の低い遊びってやらないんですよあの作家の癖っていうのがあって宮崎駿がやる遊びっていうのはもうちょっと回りくどくて、えー、高畑勲の映画にアニメに出てきたキャラクターを例えばこの自分の中でちょっと出して、えー、なんか遊ぼうみたいなことをまず考えない。 ですよね、そういうのを一番嫌がる人だからどちらかっていうとああんかこれっていうのはそういうふうに無理やり見えるっていうふうに言ってるんだなというふうに僕なんか思っちゃうんですね。で